こんにちは、ボギーナスです。イェイイェイ、フォ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 なんと、西部劇の悪者たちが、牢屋から、脱走して、狙いは、やっぱり、どうする？かわいい、サボテンガール。捕まってしまった。どうしたもんか。今度はどういう作戦です？作戦も何も捕まってしまったらどうしようもないだろう。捕まったって言ってもこんなの牢屋じゃないですか。出てますよ、こっち。おい、そっち出るな。なんて開いてますよ。ダメだよ。ルールなんだから。俺たち捕まってんだから。設定守れ。だって壁とか天井ないっすよ。ガチャ。ハロー。おい、俺たち捕まってるはずなんだぞ。まあいいか、ガチャ。脱獄だ。脱獄だ。あはははは。早く逃げようぜ。途中で馬と拳銃を奪うんだ。バンバンバン。むむむ。また、あいつらがやってきたのか。なんだって？なんだって？なんで？バタ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 。お前たち、脱走したのか。バカバカ、覚悟しろ。ババババーン、ババババーン。パクリ、任せてくださーい。パパパパ、またやられた、ムギュース。あの子だ、あの子を捕まえろ。わかりました。なんだろう。それは、捕まえたぞ。わー、助けて。は、大丈夫か、娘。こいつの命が欲しかったら宝石を渡せ。おーおーおー。わかった。渡す。娘を返してくれ。ままままま、ま。手出し。できない。宝石渡す必要なんかないよ。なんだと。なんだと、こいつ。私は、蝶々の娘じゃないんだ。なにー。お母さんとお父さんが殺され。そして一人ぼっちのところを町長に拾ってもらったのです。だから私のために宝石を渡さないでください。俺こういう話多いんだよね。しかしまあまあまあ、こいつを捕まえたのは失敗だったか。私は復讐する機会を待っていたんだ。え、復讐？そこそこまでだ。バキンポリンが、こいつこんなものを持っていやがったのか。油断のなれないやつだ。あわわわ、どうしよう。すると、さ。ん？ポリサボテンか。ん？こんな近くにサボテンあったっけ？サボテン先輩が今忍術を使っている。ん？やっぱりサボテンだよ。バーン。わあ、サボテンだー。サボテンパンチ。ドカドカドカ。わあ、サボテンだ。チクチク、トゲトゲ。わあ、どうしたー。バンバン。ぬぬー。サボテンキック。バーン。ヒヒヒ、パンチパンチパンチ。助けてくれ。捕まえろー。わあ、逮捕だ。ガチャガチャ。また捕まってしまった。またまた。今回も大活躍でしたね、サーバテン先輩。よかったね。こいつら、今度はちゃんとした牢屋に入れましょう。だよねー。よし、お前たち、ここへ入るんだ。今度は脱出できないように。うわぁ、どうだ。うわぁ、閉じ込められてる。よかったね、サーバテン先輩。うん、よかったね。めれたし、めれたし。おーしり。今日もサボテンガールが大活躍だったね。チョウチョはどうしてあんないっぱいのお宝を持ってるんだろうね。次回もお楽しみに。じゃあね、バイバーイ。また一緒に遊ぼうね。じゃあね、バイバーイ。チャンネル登録お願いいたしまーす。じゃあね、バイバーイ。